僕は今本物の雲が救う地下墓地に足を踏み入れた。雲の親玉はモスクビン書記長ではなくコルブト将軍であることは明らかだ。奴は何を企んでいるのか。レスニスキーは D6 から何を持ち出したのか。革命に邪魔な敵をどう排除するのか。疑問ばかりが頭をよぎり答えは見つからない。ただ一つ確かなのはパヴェルがダークワンの情報を知っているということだ。彼を追うしかない。